はい、で続いてですね、こちらの東京の事例でですね、築50年の物件の事例になります。こちらの青山の方のですね、物件です。青山の1丁目の駅から徒歩5分の物件ですね。こちらがビフォアの間取りでして 2LDK のタイプです。65平米ですね。で、こちらのものがビフォアで14万円の家賃についてましてですね、まあ、見ていただくと分かるように非常に古い区ですね。1回もほとんどですね、リフォームらしいことをしたことないお部屋だと思います。長いこと住まれてました、前の方が。こういったものをですね、リノベーションさせてもらいまして、でちょうどこの物件でですね、他社がリフォームしてた物件あったので、お部屋あったのでちょっとご紹介します。先ほどの 2LDK を 1L にしてます。多分これ一般的ですよね。で写真がですね、こんな感じで、まあ、おそらく普通かなっていう感じするんですが、18万5000円で、出てました。でこちらですね、まあ、最近ちょっと見てないんですが、出てから3ヶ月ぐらい経った後も見てても決まってなかったですね。18万5000円までリフォームしてあげたんだと思うんですが、決まらないと。立地もいいのに。で当社ではですね、今リノッタの方でコンセプトを決めました。ここの物件の前にすごい木が綺麗なので、そのグリーンを中心としたコンセプトにしようっていうことですね、作らせてもらいました。で作ったのがワンルームですね。どこからでもそのグリーンを感じれるようなコンセプトを作ろうということで作ったんですね。でこちらがですね、グリーンマージンライフという、こういったようなテーマを作りました。でこちらがですね、28万5000円で募集しましてですね、高いですよね。先ほど18万5000円でしたよね。でリノッタの場合は28万5000円で募集して、問い合わせがどんどん来ました。もっと高くすればよかったかなというふうに思ってますけど、28万5000円で もう募集してからすぐですね、問い合わせが来て、30日でもう申し込みまで全部行きましてですね、契約まで行きました。28万5000円で制約いただきました。こういうふうにですね、どこからでもこうグリーンを感じれるようなです、ね、テーマをしてですね、こういったテーマを尖らせたようなです、ね、募集の仕方に変えたんです。そうすることによって、そういったものを求めている人とマッチングしたってことですね。この価値を分かっていただける人が入っていただいたってことなんです。普通の賃貸でやっていくと多分マッチングしないですよね。いろんな検索サイト出てもこれ分かんないですから、リノットのサイトでこれはグリーンマージンライフっていう、こういったコンセプトのお部屋ですっていうことで、だから高く貸せたんじゃないかなというふうに思ってます。はい、まとめるとこういうことですね。ビフォアが14万、他社が18万5000円、リノットが28万5000円、同じ物件の同じタイプのお部屋でこれだけ差が出てます。これがですね、やっぱり、リノットの力じゃないかなというふうに思っております。